はい、こんにちは。マーチャンネルマーハルです。はい、三色マーカーチャレンジ1週間ぶりにやっていきたいなと思います。はい、今回描くのはエイシン君がスプラトゥーン2のボーイだね。うん、で、私がドラゴンクエストの毒毒ゾンビってことかな。ちょっとゲーム系で今回はやってみましたね。はい、じゃあまずは色を選びましょう。うん、はい、じゃあエイシン君の1色目はこれ。お、なんだこれ。これはちょっと濃いグリーンだね。うん、じゃあ私の1色目はこれ。うわ、うっ、薄緑。薄緑あ、でもゾンビっぽいかも。はい、エシック目の2色目はこれ。肌色は、うん、肌色とは違うね。あとちょい濃い肌色かな。うん、私の2色目はこれ。うわ、青だ。あ、いいじゃん、ゾンビっぽい。ゾンビだ。はい、エシックの3色目はこれだ。これこそ肌色かな。肌はい、私の3色目はこれだ。ピンク。今引いた色はこれなんですけど、今回ね、これに一加えしようかなと思ってます。そうですね。こんなね、ルーレットを用意しました。うん、こっちから読んでいくよ。うん、1色目がドット、うん、2色目がハート、3色目がストライプ、こっちは1色目がハート、2色目が星マークね。うん、最後にこれがもう1色追加。これいいよね。うん、じゃあまずパパからいこうか。はい、いきましょう。せーの、スタート。1色目がハート。1色目がハート。続いてエイシンくんです。エイシンくん何が出るかな。ドン。おお、2色目が星マーク。2色目星マーク。うん、僕は濃い緑と濃い肌色と肌色でスプラトゥーンのボーイを塗りたいと思います。はい、でこの2色目が星だね。エイシンくんね、うん、星の柄になります。はい、じゃあ私はこの薄いグリーンと群青色とピンクでドラクエのゾンビを塗りたいと思います。はい、で、1色目はハートね、うん、ね。はい、では早速塗っていきましょう。うん、星マークとハートマーク忘れないんでしょうね。うん、はい、そういえばエイシン君はドラクエは全くやったことないんだよね。うん、一回もやったことがありませんね。そうだよね、プレステのドラクエうち持ってんだけど、うん、それも僕はやったことがありません。実況も何もやってないからね。うん、前ライブで一回やったくらい。ライブでもやってないの。え、ね、動画一回撮ったんだけど、ボツにしちゃったんだよ。それがボツになったんだね。そう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 、ちょうどあれか、肌色が出たからよかったんだね。うん、手のとこは肌色で塗れるからね。ちょっと黒っぽいけど。そっか、まあスプラトゥーンにこういう色あるからいいでしょう。でもこのボーイはさ、髪の毛が緑だからさ。うん、あ、これでいけんのか。うん、だから意外にいい配色だったんだよね。そっかそっか。ヘッドホンのとこはちょっと難しいと思うけど、ね、予想的にはできてるから。これいいじゃん、ね、こんな感じで光ってる風に残しとけばいいんじゃない。うん、こういう感じね。そうそう、そう、他の紙でもやるとすごくいいと思うよ。あ、そうそうそう、そういう感じでね。あとはもう塗っちゃうって感じね。うん、これいいんだね。いいじゃん。最近さ、うん、うちらさ、ナーフとかさ、うん、扉開けたらゾンビとかさ、あ、ゾンビネタが異常に多い今年ね。確かにそうだよね。今年ね、まあ、ちょっと皆さんに見ていただけるっていうこともあってね、うん、調子に乗ってね、ちょっとゾンビが多すぎて、スーパーゾンビ祭りになっちゃってるね。え、マイチャンネルはゾンビチャンネルかっていうぐらいゾンビが、うん、ね、なんかね、いつの間にかゾンビ、だから今回もこのゾンビ、うん、ねゾンビネタ多だね。ねえ、ゾンビネタ多すぎるよ。うん、でもゾンビね、楽しいんだよね、やると。うん、意外とね、楽しい。うん、なんでパパはさ、こんな絵が上手なの。パパは別に上手なわけじゃない。いや、上手ですよ。世の中にはもっと上手な人いっぱいいるんだよ。いるけどさ。そこも完全に趣味だった、うん。だって、前ライブでやったヘラクレスが、それで色を塗ったらこんなことになりまして。ん、ああそうだね、そうそう、うん、ちょっとこれはこれではね、ボキ用の下敷きみたいになってていいんだけど。そうだね、だからそれもエイシン君の下敷き、下敷きっていうかね、うん、あいつが出した、ね、でもなんかちょっとね、ちょうどね、ほんとここ真っ暗なんだけど、目のところは目でちゃんと塗れてるから OK なんだよね。うん、で、戻しましょっと、よっこらせ、よし、こっからだ。こっからハートだよ。ハートを描いていきます。どこにハート描くの。じゃあ服、服が超キュート。僕パクった。え、パクったね、僕のやつ。パクったわけじゃないけどさ、
だってそれ以外ないじゃん、もうハートを描くところが。意外とそのボーイはね、塗る色多いんだよ、うん、塗る場所が多いんだよ。そうだよね、うん、よくやちゃんそれ選んだなと思ったけど、ゾンビ塗るのが嫌だったんだね。そうごめんなさいだけど、うん、うん、すげえ緑ばっかじゃん。だって星は星しかできないからさ。終わったー。はーい。はい、ということで完成しました。はい。じゃあ細かく見ていきましょうか。うん、はい、これが僕が描いたボーイです。そうだね。もうこれは完全に濃い緑をベースに塗った感じだね。全部その色だもんね。うん。基本的にもう緑じゃねこれ。そう、星とあと緑しかないっていう、ほぼ。うん、まあただ肌色があったから、うん、それで一応肌は塗れたけどって感じかな。うん、そうそう、ここら辺のマークとかは、うん、ちょっと肌色と緑を混ぜて塗りました。なんか無理に塗らなくてもいいようなところまで塗っちゃってるね。この後ろのタンクとか緑に塗らなくてもよかったんじゃないと、そのまま白でもよかったんじゃないと思うけどな、パパは。あ、このボーイの名前は、うん、グリーンボーイです。グリーンボーイですか。はい、あ、私が塗った毒毒ゾンビはこんな感じですね、うん、一応影とかつけてみたんだけど、あのね、ピンクは肌にしました、うん、で、緑がね薄すぎて、一応ハート描いたんだけど分かりにくいんで、このブルーで輪郭を描きました、うん、あすごい派手なゾンビになっちゃった、うん、なんかね、ハッピーかなんか着てるようなゾンビになっちゃったこんな感じでございました。はい、ちなみに名前は祭りゾンビです。はい、はい、ということで今回はですね、3色マーカーチャレンジ1週間ぶりにやってみたんですけれども、うん、どちらの塗りが良かったでしょうか。またアンケートをご用意してますので、ぜひアンケートどちらが良かったかチェックしてみてくださいね。はい、はい、ということでですね、3色マーカーチャレンジ何度かやってきたんだけど、うん、ちょいネタ切れ気味です、うん、あのね、なんでもしね、描いてほしいイラストのリクエストなどありましたらですね、うん、お願いします。それで、はい、描いてまた三色マーカーチャレンジやりたいなと思います、はい、ただ実写系はなしね、うん、仮面ライダーとかスターウォーズとかダースベイダーとかね、うん、それはなしだね。うん、あのね、難しい、うん、できればイラストがあるやつね、まあ、CG でもいいんだけどね、うん、だとありがたいですね。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回スメ動画いつものところに出てますのでチェックしてみてください、はい、チャンネル登録はこのあたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。